パブリッククラウドから本当にハイパースケールでこのサービスを提供していますけれども、そこも当然ですけれども、まあ、パブリッククラウド私どもいろいろまあこの学んでおります。そしてそこでのこの学習したことをですね、皆様方のお客様の Windows システムセンター、そしてこの SQL、 この全てのこの皆様のデータセンターに提供することができる、私たちのデータセンターインフラというものを使うことになるわけです。さて、このように説明してみたいと思いますけれども、エンジニアとしてはどのようにすれば、例えばお客様がデータセンターを持っていて、そして私たちのパブリッククラウドといかに今この整合性を取ることができるのかということが重要なテーマであるわけですけれども、そしてどのように